セオドアバーネーズ・スピアリングは、アメリカ合衆国のバイオリニスト、指揮者、教師である。ミズーリ州のオールドノース・セントルイスに生まれる。5歳より、セントルイス公共楽団のコンサートマスターだった父、エルンスト・スピアリングによりバイオリンの教えを受けた。7歳で、一般公演デビューを飾る。シンシナティ音楽大学に進学し、バイオリン教師ヘンリー・シュラディックに指示。 その後1888年から1892年にかけてベルリンでヨーゼフ・ヨアヒムに支持し、ヨアヒム大学のオーケストラでコンサートマスターを務めるに至った。ヨアヒムの推薦を受け、スピアリングは1892年にシカゴ交響楽団に参画、1896年まで同組織に居続けた。スピアリングはセオドア・トーマスが指揮をするときにたびたび、 ソリストとして壇上に立った。また、スピアリング四重相談を結成し、1893年から1905年までに400を数える講演を行った。さらには、スピアリングバイオリン学校を設立した。また、シカゴ音楽大学では1902年から1905年まで、監督兼バイオリン教師を歴任した。その後、スピアリングは4年間にわたる、 ヨーロッパツアーを行うことになる。1909年からの2年間、グスタフ・マーラーは彼をニューヨークフィルハーモニックのコンサートマスターに指名した。1911年、マーラーが病気にかかった際には、最後の17回の公演の指揮者をスピアリングが務めた。スピアリングは、マーラーの公認として、ニューヨークフィルハーモニックの音楽監督を継ぐのではないかと囁かれたが、 同オーケストラには昔からヨーロッパの指揮者を音楽監督に任命するという伝統があり、結局後任はジョセフ・ストランスキーに決まった。落胆したスピアリングはヨーロッパに戻りベルリンフィルハーモニー管弦楽団を及びブリュートナー管弦楽団の客員指揮者に就任した。彼はセントルイス交響楽団の音楽監督のポジションを狙っていたが、試みむなしく、 ルドルフ・ガンツが同職に就任した。第一次世界大戦が勃発すると、スピアリングはニューヨーク市に帰還し、教育活動とニューヨークフィルハーモニックの指揮活動に精を出した。1923年9月、彼はベルリンとウィーンに戻り、そこで客員指揮者としての活動を続けた。1925年、 スピアリングは以前より巡回指揮者として活動を行っていたポートランド交響楽団の音楽監督に就任した。休養とともに新しい楽譜を探することを目的として彼は音楽監督就任後ヨーロッパに旅行をした。1925年、スピアリングは旅行の最中病気にかかりミュンヘンにて隠しする。彼が死去したのは 秋の演奏シーズンが始まる直前であった。スピアリングの遺体は、出身地ミズーリに送還され、セントルイスのベルフォンテーヌ墓地に埋葬された。ありがとうございます。